待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。南葛対東邦、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド南葛、攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン翼くんを筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。そしてアウェーサイド東邦、4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の渡島津くんを中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。さあ今始まろうとしています。それ火蓋が切られました。いけ、パスを受けた。ここはパスを出した。日向くんボールを奪った。体ごとぶつかっていった。野田くん、ここはパスを出した。それパスを受けた。それパスを回す。やった、そして振り切った。それ連続突破で見せます。ここは戻りながらのディフェンス。それもらったぞ。スライディングで止めた。澤田くん、行くぞ。このスライディングが決まった。このラブは不発に終わります。澤田くん次々にかわしていく。必殺のシュートでゴールを狙う。よく取れ、鋭く反応。反応するも決まった。これを決めなきゃストライカーじゃねえ。決めました。絶対に負けん。どうだ。ここからどのような反撃を見せるのか。
ストレ剣石スルーパスを狙う。やった素早く横にかわす、これはごぼう抜きだ。出撃軍一発とシュートを放った。これは見事にキャッチ。ハントキック、どこまで運べるか。素早くつなぎます。両者激しく激突、これは互角の勝負だ。空中での激突だ。長野くんボールを蹴り出した。と止めた。ちょっとしまった。長野くんパスを出します。いくぞ。鋭いストレートでゴールを狙う。ウィールショットだ。また長野くんこのシュートに反応している。これがネットに突き刺さる。ゴールを奪えないキーパーなんていない。これだ。そい行くぞ。俺のウィリーショットだ。よし、ボールを抑えた。ここから一気に攻め込みたいところ。まさか横をすり抜けた。引っ付け力をためて攻撃的シュート。キーパー一歩も動けず、このシュートを決めてきた。決めてやったぜ。よし、まさか。はあ、左へ預けます。東方、ここを勝負どころと見定めてきた。中学ボールを持った。やった、体ごとぶつかっていった。両者激しく激突。キスギ君ボールを渡しません。川部君それパスを出します。ここはパスを出した。中学渾身のシュート、体ごとボールにぶつかっていく。これは見事にキャッチ。ハントキック、どこまで運べるか。もらった。すり抜けた。ソリマキ君力をためて強烈なシュート。森崎君ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。まさに死闘。激しい戦いは両者引き分けという結果に終わりました。バンダイナムコ